歌うようになったきっかけはですね、デビュー曲を作ってくださった、作詞家の牧隆先生と作曲家の、宮下健二先生のところに歌唱に出る、半年ぐらい前から、レッスンを2回見まして、レッスン曲にして、おりました曲でございました、その男がさ、決勝大会の時に歌いまして全国2位になることができました。他の出場者の方はやっぱりポップスとか、バラードとかが多くて演歌は1人だけだったんですけれども、皆様のおかげで、なんとか、全国2位になることができました。続いての曲、北原健二さんの曲をお送りしたいと思います。皆様も拍手を、手拍子していただければなと思います。それではちょっと今日は2万7000人のお客さんがいらっしゃいますので、握手しても大丈夫ですかね。はい、回らせていただきたいと思います。それでは北原健二さんの若い2人を聞いてください。